寛容ごときが虹色真珠を。なるほど、あやつらを始末するなら人間とあやかしの両方を極めたこの二個戦がうってつけ。見事興じてみよ。山を枯らす妖怪との戦いで私はなぜか足を引っ張ってしまう。今日のとはどうしてしまったんだ。狂気も感じねえ。まるで人間そのものじゃねえか。次回、汎用の夜叉姫、朔の夜、黒髪のとは。本当にごめん、みんなに迷惑かけて。